中米からアメリカを目指してメキシコに集まった移民集団のうち数千人の所在が分からなくなっていて暴徒化する懸念が出ています。路上生活ではトイレがありません。そして食料の配給もストップされてしまいました。移民集団6000人以上が集まっていたメキシコティファナの収容所は伝染病が発生するなど衛生環境が悪化したため閉鎖されました。およそ1800人が新しい収容所に移動し500人程度が路上生活を送っていますが残る数千人の所在が分からなくなりました。国境近くのこの辺りでは数多くの人たちが路上生活を余儀なくされています。再び集団であの壁を突破しようという動きが出ています。先月25日には数百人が不法入国を図り160人以上が拘束されました。地元メディアは所在がわからない数千人について暴徒化する恐れがあると報じていて再び緊張が高まっています。